けると鉛筆が離れなくなるって見たんですけど、鉛筆ないから手でやっていいですか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。あ、全然離れた。ごめんなさい、全然離れました。離れました。すごく眠たいです。私はさっき見た動画では離れないって言ってた、手でも離れないですって言ってたのに離れた。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。離れました。どうしたら離れない？もっと強く。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。離れた。離れないと思い込めば無理だった。無理でした。離れましたね。全然離れなかった人は離れませんでしたって言ってください。SK で催眠術のやつ、ストパンさん、ストパンさん催眠術やってた気がする。やばい、とっても 眠くなってきた。眠くなってきた。催眠術かけてみたい。かけられてみたい。催眠術かけられてみたいんですけど、どうしたらいいですか。ちょっと人生でまだ催眠術かけられたことなくて、だから催眠術かけられたいんですよね。今はリアルに睡眠、催眠しそうです。催眠って何ですか。かかる自信はない。え、でもかかりそう。なんか催眠術かけますって言われたら緊張してなんか催眠術かからなさそう。わかりますか、この感じ。なんか催眠術かかる、今からかかるんだかかるんだって思ったら催眠術かからなさそう。でも催眠術かかってみたいんですよ。練習しよっかな。
かかったふりしそう。でもさ、そういう思われててもさ、本当にかかった時もさ、ずっと本当に、え、うわ、真面目にかかったふりしてるって思われるのめっちゃやだな。かかる練習？かかる練習するの？幼稚園の時のお泊まり保育みたいな時に寝れなくて羊数えたらいいよって聞いたことあるなって思って羊数えて気づいたら100何匹数え終わってて100匹数え終わってて1000匹に行ったのでやめました。それでも寝れなかった。あなたはだんだん眠くなる。でも本当に眠たいから寝ちゃうかな。なんか眠いわけじゃない、なんかわかりますか、この時間が一番眠くなるんですよ。でもあ、やばい、歯磨かなきゃ、メイク落とさなきゃって思ってメイク落として、まあ頑張ってメイク落としたらもう目覚めるんですよね。なんでなんだろう、あの一瞬、さっきまであんな眠たかったのになんでこんな急に眠くなくなるんだろう、あれってなりません？顔洗うから？ね、さっきまでめっちゃ眠かったのにみたいな。でもそのなんかさ、一番眠たい時間逃すともう負けじゃないですか。そう、ご飯食べたとか一番眠たくなる。寝ちゃダメだと思うと眠たくて、寝ようと思うと寝れなくなる。そう、ちょっと睡眠研究家になろうかな。おやすみなさい。眠い。血糖値上がれば眠くなる？あ、じゃあ食べちゃダメなんだ。めっちゃ今食べてた。本当に最近お菓子めっちゃ食べてて、今日もちょっとお菓子をだいぶ買ってきてしまった。でも今三日目風のお菓子が目の前にいっぱいある。睡眠のアプリ入れてるんですけど、なんか一番眠たいじゃない、一番眠りが浅い時に起こしてくれるアプリがあるんですけど、それをずっと入れてたんですよ。でもなんか最近なんかそのアプリでなんか絶対にその起きれないんですよ。最近の目覚ましの音はゴトゥザベッドさん、ゴトゥザベッドさん、なんかすごいめっちゃなんか眠りそう。ゴトゥザベッドさんのマジカミって曲なんですけど、最初はめちゃくちゃ可愛いなんかキラキラランデブーシャララララ、絶対君だけじゃって言った瞬間に、この後に一気になんかロックになるっていう曲にしたら、なんかいい目覚め方ができるかなって思ってしてるんですけど、めっちゃ目は覚めます。でも私は寝てしまうんです。それでもそう、でもゴトゥザベッドさんは別に寝るっていう名前じゃないです。そう、あとそのゴトゥザベッツさんの分裂する前のギャングパレードさんっていう曲がグループの曲で、ウェイクアップビートって曲があって、ウェイクアップビートもずっと
ウェイクアップビートってこの曲の感想にセリフがあって、なんか まだ寝てんのみたいなセリフがあるんですよ、全メンバー一人ずつで。その部分を目覚ましにしてたんですけど、一時期でもなんかもう慣れちゃって、目覚ましってずっとやってると慣れるか、その曲めちゃくちゃになんか聞くたびに朝のことを思い出すですよ。わかります、この気持ち。それでなんかその曲他にもなんか結構 SK の曲とかでずっとやってたりしたんですけど、その曲を聞くたびにもうめちゃくちゃね、なんかトラウマになっちゃうんですよ。やばい、起きなきゃみたいな。だから最近は曲やめてたんですけど、わかります、この気持ち。あ、そうだから最近はロボットロボットのなんかあやあやあやみたいなやつがあって、その音にしてます。そう、次柏木由紀さんとワックさんの動画が、先週ビッシュさんが上がってて、あさってかな、 Go to the Beds さんとパラダイスズさんっていうそのギャングパレードさんだった、この2つのグループさんがもう次来るん、次の動画がそのゴッドザベッツさんのパラダイスさんなんですよ。めちゃくちゃ嬉しくて今それを楽しみに生きてます。あとはエビチューさんの新メンバー合宿オーディションが始まりましたね。そう、ちょっと今はね練習 してたから見れてないんですけど、落ち着いたら見ようって思ってます。そう、でもエビチューさんも、そうエビチューさんも好きなんですけど、なんかそう耳どこで髪の毛分けてたか分かんない。そう、アイドルっていいですね、すごい。そう、パーカーだよ。合宿が好きっていうよりなんかアイドルオーディションでいいですよね。っていうなんかオーディション番組とか、あのなんか流行ってたやつは見てないんですけど、なんていうんですか、なんかね、そうオーディション合宿が好き、なんだろう、それこそ自分たちのオーディションとかもなんか見たらすごい思い出すんですよ。でやる気になる、ああそうだよなって思ってやる気になる。そうアイドルさんのライブとか見てもそう、いやこんなパフォーマンスしたいなって思ってやる気になる。から私の原動力はアイドルさんですね。あ、9日ありがとうございます。もうちょっとで、あともう1週間ちょっとで、あのトップ名取れるかなが放送されるんですね。今すごいふと思いましたそうね、ドキドキしてます今すごく。ワクワクドキドキ
でもドキドキの方が大きいですね、私は。なんかちょっと心配、だいぶ心配。初めての外仕事って言い方が合ってるのか分かんないんですけど、初めてこうやって一人で、実際にその現場に行ってお仕事するのが初めてだったんですよ。だから今すっごい、なんかそう、終わった時は正直すごいもうなんか夢みたいだったんですよね。だからなんか現実味がなくて、だからなんかあれだったんですけど、ちょっと経ってはぁーって今実感してきて、そう、5月1日に放送になるので、ぜひ皆さん見てください。というわけで皆さん、今日もショールームを見てくださってありがとうございました。今日あとちょっとしたらおしりんさんの誕生日です。というわけで皆さん、おやすみなさい。バイバイ。